はい、皆さんこんにちは、バンダリングリュウキシです。信長の野望創造の戦国立志伝ですね、続きをやっていきましょう。北条氏政でのプレーで、前回までにですね、宿敵だった北関東の佐竹で、小田原の本拠まで攻め込んできていた徳川を滅ぼしました。まあ、これはですね、多分にこの伊達政宗がやってきたことによる、まあ、影響というのが大きいんですけど、この伊達政宗と北条のね、同盟っていうのは、最初に第1話でお伝えした通りですね、ユーザーの方が作られた、オリジナルシナリオで北条と伊達が永続的な同盟を結ぶというイベントが発生したことによるところが大きいかなと思います。で、このシナリオの最終目標はですね、やっぱりこの北条征伐を打って出してきた豊臣、すでに秀吉は死んでいて秀頼の代になっていますけども、この豊臣を滅ぼすというところを目標にやっていきたいと思います。すでにですね、勢力は、まあ、天下はもう伊達でほぼ決まりかなという、まあ、3分の1以上を収めているのが伊達です。で、九州の島津に四国とあと中国地方を統一した長宗我部、あと北条がいてですね、畿内一帯豊臣がまだ持ってますけども、すで、にですね、拠点数29ということで前世紀よりだいぶ減らしてますね。北条よりも少ないというところですね。伊達に関してはもう80万超えです。長宗我部も36万、で島津が23万というところになってますね。では豊臣討ちを始めていきましょう。表情はもう移民していきましょう。あとは軍勢をどこにどうやって進めていくかっていうだけですね。まあそれももうそんなに時間がかかるような内容ではないですからね。今回はもう本当にただただ軍勢をひたすらに派遣していくというところになると思います。では早速軍勢を派遣していきましょう。まあ、どっから攻めるかっていうところもあるんですけどね。まあ、二条五所はやっぱり北条の手で取っておきたいので、五所から攻めていきましょうか。まあ、こんな感じでちょっとね、見ている皆さん退屈されてしまうかもしれないんですけども、最後までお付き合いをいただければいいなと思います。まあ、この辺りでね、いきなり独立するっていうのも、面白いかもしれないんですけど、独立しても北条と伊達からこうタコ殴りにされて終了するだけかなと思いますので、まあ、ここはきっちりと当初の目標である豊臣討ちをやっていきましょう。で、今すでにそうだな、総勢4万近い軍勢をおそらく御所に出したと思うので、あとはもう並行して五所以外の城を攻めていきましょう。軍勢をね、派遣するだけである程度城は落とせるかなと思いますので。ご命令ください。先月の収支です。ただやっぱりね、とはいえ豊臣まだ軍勢相当数持ってますから、核となるようなところに関してはある程度の、ね、軍勢を割いていきましょう。こんなところでいいかな。では見ていきます。出陣する、戦場へ参る。出るぞ。必ずや勝つ。出陣します。加勢いたす。出陣するぞ。力を合わせ戦い抜くのだ。さあちょっと配属だけやっていきましょう。今報告いたします。先月の収支、軍勢を出せないところがありましたね。八幡山に江戸から、そうだな、家康と直勝あたりを送りますか。さらに沢山にも人が入っていなかったので、沢山にも人を出しましょう。
でちなみにですね、何度か僕の動画の方でお伝えはしていると思うんですけど、10月にねまたタイの方に遊びに行きますと。でできれば年内にもう一回タイ行きたいなと思ってまして、12月あたりにですね、まあ、可能であればまたタイの方に遊びに行きたいなと思ってます。で10月のタイはですね、体育の日を使って、まあ、行こうかなと思ってますので、まあ、現地でね、まあ、主に夜遊びの情報になると思うんですけど、まあ、夜遊びのね、情報とかもお伝えでき、ツイッターとかでね主にお伝えすることになるかなと思うんですけども、お伝えをしていきたいかなと思ってます。ここは高利清永であってるかな、高利清永かな、が1万300の軍勢か。ちょっとここは成瀬は動かさずに沢山城にこもらせましょう。で大谷義次に左近か、7000、7000、15000の軍勢か、結構な数が出てますね。ここは強撃の体勢を取った方がいいかな。出陣します。出るとするか。出るとするか。いざ戦へ。ちょっと兵糧の数が心配だな。承知いたしました。承知いたしました。交渉攻めはうまくはいってないな。我が道を開けよ。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。五所の方はというとちょっと苦戦してそうな感じですね。長宗壁がでももうかなりのところまで迫ってるな。長宗壁が脆いを攻めているので、この隙にやっぱり五所を攻めちゃうのがいいかな。三河武士の魂決して砕けぬ。我が道を開けよ。出るぞ。出陣する。踏み切って他の北条勢も援軍を出してきてくれてるので、落とせるかなとは思いますけど、出るとするか。承知いたしました。道を開けよ。まあやっぱりね、このちょうどこの前、トリプル台風とか言ってね、通勤の時間帯に台風がもろに関東地方を直撃しましたけど、もうそういうねストレス社会でそこまでして働かなきゃダメかっていうね感じもしますけど、そういうねやっぱり鬱憤をたまには晴らさなきゃいけないということで、できればね2ヶ月に1回ぐらいは海外旅行に行って憂さ晴らしをしたいですよね。承知いたしました。まあそんなこんなで今のペースだと2ヶ月に1回ぐらいね、まあ、タイ行ったりアメリカ行ったり友達と行ったり、一人で行ったり、奥さんと行ったりとか、ね、かなり充実した海外ライフを楽しんではいますけど、それでもやっぱりもうねすぐストレス溜まっちゃいますからね。で真田丸の方はというと、もういよいよ関ヶ原の戦いに向けてまっしぐらっていう感じになってますよね。なので本当にこれからの展開が楽しみなところにはなってきてますけど、ここは落とせないかな。もしかしたらこっちに行った方がいいかな。家康もそっちを攻めるよりは以下上のを攻めた方がいいでしょう。来年の大河ドラマのね、大河ドラマも戦国ものなので、
2年連続戦国時代が見れるっていうのはね、楽しいですよね。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。御所は攻め落とせなかったか。出陣するぞ。御所は落とせないな。であればちょっと配属をまたしておきましょう。武将部族になってきましたね。ここまでやっぱり直属の領地が増えてくると、まあいわゆる盆将っていうのかな、戦闘力も政治力もあまり高くない武将を派遣していかざるを得なくはなってきますね。さあそろそろ溜まってきている兵力があると思うので、また三河武士の魂決して砕け、戦場へ参る。出陣するぞ。いい直隆、これ直政にすごい似てますね、絵的には。ご命令ください。先月の収支です。報告いたします。伊賀上野を攻めるにはちょっと承知いたしました。不足か。出陣します。いやー本当に10月のタイ旅行までまだ1ヶ月以上あるって思うと気がめいりますね。起乗します、ちょいちょい旅行にでも行かないと。戻る。ハゲちゃいますからね。やってもあとですね、前回の、まあ、8月かな、まあ、だからか、前回といってもまだ今月ですけどね、お盆の前にタイに行った時に、久しぶりに再会したタイガールに、ちょっと太ったねって言われたんですよね。しばらくその子と会ってなくて、何年ぶりかな、2年、1年半ぶりぐらいに会ったら、ちょっと太ったって言われてですね、急遽ダイエットを始めまして、もともとそんなに太い方ではないんですけど、まあ、ちょっとお腹とかほっぺにお肉がついてしまっていたので、それをね今ちょっと必死になって落としてます。で60キロぐらいだったんですね、そのちょうど8月タイに行った時は。で自分のベスト体重が多分57キロぐらいかなと思うんで、まあ、ちょっと一旦55キロぐらいまで絞って、で57キロまで筋肉筋トレで戻そうかなと思ってね、今食事をちょっと気をつけながらやってるんですけど、かなりしんどいですね夏のダイエットは。ジョギングをするとね、一気に体重がやっぱりガガガッと落ちていって、60キロあった体重がですね、だいたい2週間ぐらいで、2週間経ってないかな、10日間ぐらいで、58キロぐらいまで落ちてきたんで、まああとさらに2、3週間ぐらいかけて55キロぐらいまで落としていければいいかなとは思ってるんですけど、やっぱりね体重が重くなってくると体が重くなってきますからね、それを一気に落とすってなるとなかなかしんどいですね。食事も少し気をつけて、低カロリー高タンパクなものを食べて、だいたい1日の摂取カロリーを1700キロカロリーぐらいに抑えるようにして、夜、まあ、10キロ弱ぐらい、1時間はかかんないかな、50分ぐらいかけてのんびりジョギングをしてっていうのをやっていると、まあ、結構ねあれよあれよと2キロここまで落ちたんですけど、ダイエットって落ち始めて一旦止まりますよね、落ちなくなる時期来ますよね。でそっからまた落とすのが結構しんどいんですよね。まあ頑張っていきたいなとは思うんですけど、その状況とかはまあ興味ない方がほとんどだと思うんですけど、
ツイッターの方でね、今何キロですみたいなのがつぶやいてますんで、もしよかったらねツイッターの方もフォローしていただければと思います。さあ、そうこう言ってるうちに豊臣の領地がだいぶ長宗我部に侵略されてるな。これ結局豊臣にとどめを刺すのはどこになるんでしょうね。できればね北条がとどめを刺したいなとは思うんですけど、さては軍勢を繰り出していきましょう。やっぱり御所を取りたいので、御所を取りに行きましょうか。宇島さんも一気に兵力回復してきてるわ。安政さんも出しましょう。やっぱ徳川勢というか徳川の家臣をね取り込むと圧倒的に武将の充実具合が全然違いますね。めちゃくちゃ優秀な武将がいっぱい出てくる、手に入るんで、すごく戦いが楽になりますね。まあ、ここまで来ると正直言って内政とかそういうのはね、まあ、どうでもいいというか、あまり気にならないというか、もう体制に影響が出るところではないんですけど、戦闘力に関してはね、やっぱりギリギリまで影響してきますからね。加勢いたす。承知しました。徳川勢とあと長宗我部勢もいるな。長宗我部と戦うのなんて無駄なんで、ここは二条御所を目指しましょう。加勢いたそう。出るぞ。必ずや勝つ。徳川はもう優秀ですね。徳川義直、これ家康の九男になってますね。尾張御三家、尾張藩の藩祖。あ、そうなんだ、義直って。で、奥義一銭持ちか。統率、武勇、知略、政治と全部80か、もしくは80近くかって優秀ですよね。義直って尾張藩の藩祖なんですね。御三家。腕が鳴るぜ。加勢いたしますぞ。お助けいたします。出陣するぞ。出陣するぞ。お、いよいよ御所を取れそうだな。これはとどめはどうやら交渉がとどめを刺せそうですね。敵将捕らえたり。あと残すは3つか。もうこのままこの回で終わりにできるかな。そしたらね、また次何か違う武将とか大名とかでプレイもね継続していきたいと思いますんで、こんな武将でやってほしいとか、そもそもプレイスタイルが悪いとかね、いろいろあると思いますんで、お呼ばれればぜひぜひ教えていただければなと思います。一つはちょっとプレイ時間がだいたい30分ぐらいで、まとめるようにしてるんですけど、30分もちょっと長いんじゃないのみたいなねアドバイスもいただいたりしましたので、いやいや30分ぐらいでいいよとか、いや10分にしてとか、そういうのあればですね、そのあたりコメントいただければなと思います。
敵将捕獲しました。我が戦ご覧に入れよう。止まるのです。さあもう残すはここ手取り城だけだな。今ちなみに豊臣は秀頼を討ち取ったりとかはしてないよね。秀頼が大名で合ってるかな。ちょっとそれだけ確認をしましょう。あ、長浜にまだいるのか豊臣が。ここの2つですね。長塚正家がいて秀頼はここにいるな。よし、では軍勢を差し向けていきましょう。かしこまりました。お任せください。お任せください。任せよ。さあこれで豊臣を滅ぼすことになりますね。まあ、本当に一時はね、小田原城の全ての城門を突破されるっていうところまで追い詰められましたけど、なんとかここまで来ましたね。やっぱり伊達政宗がね、北条側で参戦してくれたっていうのが大きかったよな。で佐竹を倒して、佐竹を倒すと軍勢を徳川の方に全て、ね、その振り向けることができるようになりましたからね。そこも大きかったですよね。承知いたしました。かしこまりました。無駄に長宗我部が戦を仕掛けてきてますけど、まあ、ここはお任せください。無視しつつクリアーに逃げて最後の豊臣の城を取りに行きましょう。加勢いたす。さあ最後の城です。御勢山が落ちれば加勢いたす。我が道を開けよ。よし、豊臣家を無事滅ぼすことができましたね。敵将捕らえたり。まあ、今無駄に御所に長宗我部が攻めてきてますが、これでクリアにしていきたいと思います。今回も最後までねご視聴いただけた方本当にありがとうございました。最後にね勢力図だけ見ておきましょう。まず島津ですね。拠点数43、兵数31万ですね。で長宗我部がねむちゃくちゃでかいです。拠点57、兵数42万。長宗我部は大概島津とか秀吉に食われていくのしか見てないんですけど、今回のシナリオでは逆に秀吉をね、豊臣を削っていくっていう状態でしたよね。42万です。で伊達、拠点数97、兵数90万というところですね。まあ、従属させているところも非常に多いですね。で最後北条、拠点数57、兵数48万ということで、まあ、ほぼ長宗我部と拮抗している感じですね。まあ、よく本当にここまで盛り返せたなと思いますけど、いろいろとアドバイスいただけた方本当にありがとうございました。ということでね、ちょっとご覧いただいてきた北条氏政での、戦国立志伝、今回で終わりにしていきたいと思います。またね違う武将でプレイを先ほどもお話したようにしていきたいなと思いますので、ちょっとこんな武将でやってほしいとか、あんな大名、あんなプレイスタイル、もうちょっと短くし長くしてこんな編集入れてとかね、
そもそも読み方間違えすぎとかいろいろあると思うんですけど、アドバイスとかご助言とかいろいろいただければ嬉しいなと思います。というわけで、今回も最後までご視聴いただけた方本当にありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。